参議院議員の河合安里被告が提出していた議員辞職願いが、先ほど参議院の本会議で許可されました。一昨年の参議院選挙をめぐる買収事件で、東京地裁から有罪判決を受けた河合安里被告が、今日午後、秘書を通じ議員辞職願いを提出していました。